はい、皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日は古今著文字の古式部の内誌が大江の山の歌のことというところですね。見ていきたいと思います。要約としては、泉式部の娘に古式部の内誌という女性がいました。彼女には母親が歌を大作しているという非常に不名誉なね、噂が立っていたんですけども、それをですね、藤原の近藤という、これまた非常なる有名人の息子、貞頼がですね、噂を利用して古式部をからかったところ逆に反撃されたという お話です 他にも完全に同じような話がですね、他の作品にもこれ載せられてるんですけども、今日は古今著文術版というところで見ていきたいと思います。泉式部、安政が目にてという風になってますね。泉式部というね、これが非常に歌の上手い女性として有名なんですけども、藤原の安政の妻としてね、単語に下りけるほど、過去の助動詞使っています。下ったほどにと、今日に歌合わせありけるという風に、これも過去の助動詞を使ってますが、単語の 国にね、赴いていた頃の話です。と。 京都で歌合わせがあった時にという話になってます。この歌合わせっていうのは今でいう紅白歌合戦みたいなものでまあ、言うたら右肩、左肩に分かれてそれぞれ歌を読み合うというイベントがあったんですよ。で、その時にこのイベントに呼ばれること自体が非常に名誉なんですけどもそれに古式部のないしが実は選ばれたんですよね。で、その選ばれた古式部のないしなんですけども古式部のないし、歌読みに取られて読みけるをという風になってますね。取られての例というのが これ受け身の助動詞ですで、読み蹴る過去の助動詞を使っているので泉式部の娘の古式部の内子がですね歌の読み手として選ばれたことがありますとそして読んだというふうになるんですけどもこの受け身の例っていうのは自発化の受け身尊敬の助動詞のルーなんですよで歌読みに取られというふうになっているので受け身という形になると名詞に取られ どうしるという形で使われてたら、これ受け身のことが多いです。はい。で、この歌読みに選ばれること自体が非常に名誉なことなんですよね、これ。で、そういう状況で、定よりの中学タワブレンに、ちょっとからかいがてらですね、古式部の内しに対してですね、単語へ使わしける人は、マイリタリア。 といいう,うに言いました。単語というのは泉式部が言っているところですねで「使わす」というのは尊敬語を指します「送る」の尊敬語ですで尊敬語っていうのは主語を高めて誰が使ってるのかっていうとここは会話の中になってますよねそしたら会話を喋ってる人が敬語を使ってることになるんですよだからこれ喋ってんのは今定よりの中納言なので定よりの中納言から送った主語つまり「 個式部のないしに対する尊敬語を使ってるんですよね。あなたが単語へ送りなさったですね。過去の助動詞人は参りたりやという風になってます。マイルというのは逆に謙譲語ですね。これ謙譲語っていうのは目的語を高みます。あなたが。 単語に送った死者、その使者というのは、あなたの元に帰ってきたのですかというふうになるので、これどちらも定よりから古式文に対する敬語なんですけども、えー、使わすは尊敬語、マイルは謙譲語になりますと。 で、に、これ完了の助動詞たり、これも完了の助動詞になります。で、いや、これが最後ね、形助詞で疑問という形になるので、単語におやりになった人は、帰ってきてあなたの元に参上しましたかっていう風にね、ちょっとふざけて聞いてきたわけですよ。これが先ほど少し言いましたが、歌をお母さんに作ってもらうために送った死者はという意味なんですよね。 宮中では古式部のないしの歌というのはお母さんの泉式部が作っているという噂が立っていてその噂というものを定よりも知っていたのでからかったわけなんですよねそういうふうに聞いてみたちょっとなかなかね陰湿なひどいやつですよねと言い入りてとつぼねの前を過ぎられけるですねこのられは尊敬でとりましょうかねちょっと尊敬語を使ってる感じっぽいですねで過去の助動詞ですと言って この、サダよりナゴンが、腰気部のいるつぼね、部屋ですね。部屋の前を通り過ぎられたところです。腰気部のないしが、ミスより半ば入れてですね。腰気部のないしが、ちょっとミス、まあ、いわゆるカーテンですね。カーテンから半分だけ体を乗り出してって書いてるので、半分だけ体をファッって出して、脳死の袖を控えてって言ってます。脳死というのは、男性貴族,貴族が着る、いわゆる清掃になるので、ここは、 定よりっていうのがわかるんですけども、定よりの袖を控えて、大江山、幾野の道の遠ければ、まだ踏みも見ず、天の橋立てという和歌を読みました。大江山を越えて、幾野という場所へ行く道が非常に遠いのでという、幾野というのが、くのっていう地名と、行くっていう動詞の掛け言葉になっています。 そして、まだみも見ず、天の橋立てというのは、私はまだ天の橋立ての地を踏み込んだこともないですし、お母さんからのみ。 手紙ですね。もう見ておりませんという、この文も掛け言葉になってます。と、読み掛けけりですね。カッコの助動詞使ってる。と読んで変化を求めてきましたっていう。これ凄さわかります古式部のないしが、この定よりにね、お前のお母さんのところに死者送ったんやろ歌の大作頼んだんやんな。その死者帰ってきたんかへへへって言って通り過ぎようとしたところ、カーテンから、ッまくみたいな感じで出てきて、 いきなり袖掴まれたわけですよ。 で、この歌読んでるから、この歌を作ったそのスピード、たるやっていうね、もうめちゃくちゃ速い速度でこれ和歌作ってるんです。当時の人たちの歌を作る速度というのも実は歌のうまさの一つの要因なんですよね。むちゃくちゃ和歌を作るのがうまかったんですよ。なので、遠い即妙な歌人という風に呼ばれます。遠い即妙ね。公式部の内詞を表す表現としてぜひ押さえといていただければと思います。遠い側 人です思わずに浅ましくて「怖い,いかに」っていうね定よりの中南言は思いがけないことで驚き呆れて「あ,あこれはどういうことかないお声いきなりバカとか聞いて聞いてみたいな感じになってるわけですねとばかり言いて返しにも及ばずですね変化もできなかったと袖を引き離して逃げられにけりですねこれ尊敬の助動詞の「ラル」。 に,にけりにたりのには完了の助動詞そして過去の助動詞がくっついてて袖を引っ張って離してお逃げになったという形になります超カッコ悪いですよね自分からからかっていえって言っていったのにまさかの和歌で反撃されてああー言うてふ <laughs> 言うて逃げていくっていうねちょっとあまりにも残念無念すぎますよねこれね均等 金刀じゃ、定より。ね。えー、お父さんはすごい立派な人なんですよ。金刀っていうのは本当にもう何をやらしても完璧。もうパーフェクト超人という風にね。和歌を読ましてもすごい。漢詞を作らしてもすごい。そして楽器の演奏もやばいという、もう何もかも揃った完璧なパーフェクト超人なんですけども、息子は残念ですね。それに対し、古式部、これより。 ですねこれ以来歌読みの歌読みの「よ覚えいで気に蹴り」という風になってますこの「よ覚え」というのはいわゆる噂やったり評判だったりするわけですよねそれが「いでに蹴り」出てきたですね「にけり」「にたり」のには完了の助動詞ですそして過去の助動詞がくっついていて歌読みとしての世間の評判が出てきたそうですよというお話ですまあ問題のね予想としてはですね歌読みのよ覚え でにけとといいううこののの最後のフレーズというのがですね結局、えー、解釈として問題で聞かれるかなというところもあったりしますし、えー、結局ね袖を引き放ちて逃げたというねなぜよりは逃げたのかという説明が聞かれたりするかもしれません。もうまさに唐突に変化されてとかいうかまあ、唐突にね歌を読み読まれてその歌に対する変化が思いつかなかったから逃げ逃げたんですけどもなぜ歌を読まれると と思ってなかったのかというと今回の文章には出てませんが実は古式部の内紙にはね、お母さんが実は和歌を作ってるという噂があったとその噂を利用してたという話ですねあとはですねこの和歌ですね大山育野の道のというこの非常に有名な和歌の解釈と掛け言葉育野とふみというのをバチッとね答えてもらえればと思いますでもう一つは先ほどここでも解釈しましたが古式部の内紙という女性 の 遠い側名という表現をぜひ押さえておいてもらえればなと思います。あとはですね、えー、この単語へ使わしける人は参りに足りやというところの解釈ですね。この辺が問題で聞かれそうだなというふうに予想できますね。単語へ使わした人というのは一体何のためにかっていうと、これはお母さんに歌を作ってもらって、その歌を届けてもらうためというふうにちゃん,ちゃんと解釈できるかどうかっていうところですね。その辺が問題で聞かれたりするんじゃないかな。 とといいいいいうふうに思思まますすのでそういったあたり気をつけけててね勉強していただければと思います本日は古今著文字版の古式部の内しが大江山の歌のことというところ解説させていただきましたテスト勉強の足しになればですね高評価チャンネル登録の方ぜひ皆さんよろしくお願いいたしますそれではまたテスト勉強頑張ってくださいね古文はエンタメェイバイバイ